アズワンからバイオナノジェノミクス社のサファイアシステムのご紹介です。サファイアシステムはゲノムを高解像度で直接イメージングし、毛質、重複、電座、逆位などの構造上の変異を 99% という高い感度で検出することができます。このプロセスは簡単で自動化されているため、疾患研究に日常的にご活用いただけます。ゲノムの構造変異は神経変性疾患、知的障害、さまざまな種類のがんを含む広範な疾患で広く見られます。実際最初のがんの標的療法は構造変異の一種である遺伝子融合に基づいて行われました。そのため構造変異は標的療法の可能性を理解し、開発する上で重要な役割を果たします。構造バリアントを正確に同定することは重要です。その同定にはシーケンシングと全ゲノムイメージングという基本的には異なるものの補完的な2つのアプローチがあります。ショートリードシーケンシング、あるいは次世代シーケンシングでは DNA を約150ベースペアの短いセグメントに分けて読み取り、読み取った配列を参照ゲノムと比較します。この方法では SNV など小さなバリアントの同定は可能ですが、ゲノム構造変異は数万ベースペア以上であることが多いため、ショートリードシーケンシングでは正確な判定ができません。さらにゲノムの3分の2は繰り返し構造を持っており、繰り返し領域にある構造バリアントは全ゲノム配列解析では捉えることが難しいのが実情です。サファイアシステムによる全ゲノムイメージングでは DNA の構造を画像で理解するという、これまでとは全く異なるアプローチをとっています。サファイアシステムは500ベースペアから染色体全体の長さまでの構造変異を 99% という高い感度で正確に同定することが可能です。まず数メガベースペアの長さのネイティブな調査 DNA を抽出します。この調査 DNA に対してゲノム全体に存在する特定の配列モチーフに蛍光標識を酵素反応により施します。その結果ゲノムの各セッションに固有のラベルパターンが得られます。 DNA を抽出して標識する間、DNA の全長はそのまま維持され、次のステップであるゲノムのイメージングに必要な構造は保持されています。標識した DNA をサファイアチップにアプライし、サファイア装置にセットします。チップ中では映像過程で DNA の工事構造が巻き戻され、平行に並んだ何十万ものナノチャネルに直線化された状態で入り込みます。この画像を繰り返し撮影することで蛍光ラベルのパターンを取得していきます。ゲノム全体のマップを作成するのに必要な全ての画像がキャプチャされます。アルゴリズムによる画像解析から DNA 分子を抽出し、コンセンサスゲノムマップを構築します。個体差により1検体では数千の SV が検出されますが、バイオナノソフトウェアに内蔵されたコントロール SV データベースを用いて SV コールの可視化とフィルタリングを簡単に行うことができます。コントロールデータベースに存在するバリアントを除去し、数回のクリックで目的の検体に特徴的な SV を一握りに絞り込むことができるのです。これはサファイアシステムで分離イメージングされた非常に長い分子によって実現されています。